はい、皆さんお帰りなさい。次豪華なゲストをいらしております、はい、スエリさんね、もう自己紹介いらないと思いますけどいやいや、とんでもない、やります。じゃあお願いして、はい、お願いします。ホワイトアウルズという会社のスエリと言います。大阪でゲームを作ってます。で、去年アークシステムワークスさんからこのザ・ミッシングというゲームが発売されまして、はい、世界的に絶賛されましたね。ありがとうございます。いろいろ賞をいただいたりノミネートさせていただいて、ね、ありがたい限りですね。で、今はあの最新作ザ・グッドライフというゲームを絶賛開発中ということで、うんうん、あのこちらにお邪魔させてもらっております。よろしくお願いします。はい、でですね、すみません、最初、はい、あの気引こうというわけじゃないんですが、ちょっとお土産をね、お土産、はい、持ってきてます。しい、今回ブースでザ・ミッシングに出てくるドーナツをコラボレーションでこう作ってます、ね、売ってますね。これをちょっと売ってるんですけど、ゲーム中にあのできたらあの視聴者プレゼントということで、はい、これ7月末まで大丈夫、大丈夫、じゃあ送っても大丈夫1月6日ですね。6日まで持つので、これと2ヶ月あ1ヶ月しかないのか、1ヶ月はある、1ヶ月は、うん、あとブースで売ってるリストバンドの限定の、はい、これはあのドーナツ屋さんですよね。そうで、これもで、あとピンバッジ、ピンバッジ、ミッシングの、ミッシングとホワイトアウルズのロゴなんですが、これがキングオブファイターズとかのデザインしてるあのヒロアキくん、ヒロアキくん僕友達なんですよ。で、彼がホワイトアウトのロゴもデザインしてるんですけど、彼の作ってくれたキャラクターのピンバッジ。それあれですか、昔同じ SNK にいたからということですか。そうですね、だから D4 のポスターもヒロアキくん書いてくれました。あ、そうなんだ。そう、っていうののバッジがあるので、これをセットで2名の方に視聴者プレゼントさせてもらえたらと。ありがとうございます。後でね、あの詳しい応募方法はツイッターの方で、ご紹介しますので、ぜひツイッターの方、はい、アイゼンジャパンのツイッターね、確認してください。はい、で、さらにまだある、これはお二人で、いいですかドーナツ、ドーナツ大好きなお持ちしたのです。ありがとうございます。途中途中食べながら、ね、何味ですか。ハニーって書いてる、ハニー味とベリー、ラズベリー、食べながら、じゃあ食べながらやってもらっていいかなと思います。ちょっと食べながら早速あのいただきますさすがの開けるの早い。聞きたいんですけどビットサミット、スウェリーさんずっと来てると思うんですけど、はい、最近どうですか、ビットサミット。そうですね、今回で7回目、はい、全部行ってるってことですか。そう、2回目だけ公式には来てない。あ、そうなんですか。入り口に来て喋って帰ったっていう。あ、そうなんですか、うん、で、7回全部来てるんですけど。いただきます。あ、どうも。なんだろう、去年ぐらいからだんだんあのイベントらしさも増してね、今年すごいクオリティ高いですよ ね、うん、ね、かなりゲームイベントって感じ感じしますよね、うん、なんかその3階じゃないですか、うん、結構広くて天井も高くて、うんうん、そうそう、うん、しかもプレイステーション、XBOX、スイッチ全部あるでしょ。プラットフォーム E3 よりすごい、E3 よりすごい、 E3 よりすごいよ。そうそう、マジでそうですよ。宮古メッセにすごいことが起こってるっていうね、うん、すごい。で、さらに思ったのが、今回入り口入ってすぐに Q ゲームズさんのブースがあるんですけど、あそこにこれまで作ったピクセルジャンクシリーズがこうアーカイブされて全部並んでたんですよ。 あれ見て、あ、ゲームショーってこう新しいゲームを宣伝する場になりつつある。あ、でも宣伝ってほんまみんな嫌いでしょ。まあ嫌い、広告って嫌いでしょ、うん、そうじゃなくて、商業的な感じのね、はい、じゃなくて作品を展示する場としてゲームショーが存在する価値ってあるのかな。うん、そのゲームの文化とか、そう、その次のものを売るためのショーじゃなくて、うん、このゲームの歴史とかを感じさせる、うん、そうそう、うん、だって名作は毎年置いていいと思う。はいはいはい、はい、うん、っていうのを感じて、あ、これはビットサミットの今後のヒントじゃない、運営の人、そうですよ、ヒントですよこれはってなるほどね、思ったんですよね。いや、確かにあの人来ますよね、うん、なんかそのゲームの歴史に触れるイベントとか、うんうんうん、ね、ゲームの博物館とかないじゃないですか、まあ、日本には、うん、日本ないですよね、うん、なんでないね、うん、ビジネスが強いのかな、うん、海外だとね、ゲーム展示されたりしてますもん、ね、でもやっぱり他のエンターテイメントより少ないですよね。でもそれでもあることはあるんですけど、やっぱまだ若いエンターテイメントじゃないですか、まあね、やっぱその一番最初に作った、だって例えば、うん、ポンの人とかまだ会えるもん。あ、そうか、まだ5度目でおられる。確かに確かに、だって映画とかで最初の映画作った人もう会えないですよ。会えないよね、それだけ若いエンターテイメントだから、うんうん、そうですね、それはでもこの、ね、数十年で ね、今でも多分世界的に一番儲かってるんじゃない、業界は。そうですよね、そう言われますよね、うん、映画よりも、はい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 、すごい成長してるし、でもその、うん、なんかな、だから歴史的なものとか、ね、もっと見たいですよね、うん、古いのだけじゃなくて、別に去年のゲームでも
良かった場合、良かったやつ置いたらいいと思うけど、はい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 、ミッシングを置いてることの言い訳じゃないですよそれは。まあ、グッドライフも一応ありますからね、そうそう、 Xbox さんのところ、 Xbox さんのところにグッドライフ出してもらってるんで、はいはいはい、実はホワイトアールズ2個出てるというね。おというわけで、グッドライフの話今出ましたけど、はい、なんとね、食べておこう、グッドライフの映像を持ってきていただいてるんですよ。それはなんと柴さん、世界初、ドーナツなんか食べちゃってますけど、僕も食べてますけどね、世界初公開の映像なんですよね。はい、実は、ここで IGN JAPAN のためだけに収録をした世界最新映像、グッドライフの最新映像をお見せしたいと。ただし音声はない。音声はないです、映像です。でもすごく嬉しいですよ。音声がないってことはどういうことかというと、はい、開発中の最新画像を録画してきたってこと。すごいな、慌てて。あ、なるほど、うん、いいんですか本当に生映像で。いいです、本当にもうピチピチのやつですね。 それはクラベのクーちゃんが面白く声を当てるんですよね、そこに。僕は何ですか。めっちゃレベル高いじゃないですか。できないできないって言われましたから。できないできない。まあでも最新の映像なので、ちょっとダラダラ撮っちゃってるから、はい、まあ、トークメインになりますけど、まあでもご覧いただけたら。ちょっと見ながら、はい、いろいろと説明していただければと思います。はい、ぜひ映像お願いします。お願いします。出てきた。こう、いきなり猫ちゃん、いきなり猫からっていうね。猫をプレイヤーがですね、うん、実は街の人々が犬や猫になるっていうのはトレーラーで言ってるんですけど、そうだ、そうそうそう、まあ、実はプレイヤー自身も猫や犬になるというのがグッドライフにありまして、これは猫の今ゲームプレイを見てるんですけ ど、 なるほど、猫になったら猫になったでプレイヤーには入れない場所に入ったりとかですね。あと、あ、人間として行けない場所があったりすると。そう、あ、なるほど。で、収録されてるかどうかちょっと先に見ていけばあれですけど、人間ってカメラを構えて写真を撮る、はいはい、それがメインのゲームだけど、うん、猫は同じようなシステムで猫にしかできないシステムがあります。猫も写真撮るんですか。写真じゃなくて猫は猫の目、あ、はい、と呼ばれる特殊なビジョンを使って、特殊なことができるというのがあるんです。で、特殊なことってぼやかしてるのは、はい、まだ未発表だから。あ、じゃあこの映像にも出てこない。出てくるから、出てきたら喋りましょうかその時に。あ、じゃあ結構その猫、猫ってジャンプとかできるんですか。ジャンプももちろんできますし、高いところ登ったりとかできます。あとはネズミ取ったり。あ、グッドライフっていわゆる生活ゲームなんですけど、はい、素材を収集してそれで物を合成したりとか、そういうこともできるんですね。で、自分のアバターを揃えたり家のハウジングをしたりとかもできるんだけど、はいはいはい、猫でしか集められない素材があったり。でも使えるんだ、人間に戻っても。戻った時使えます。人間だと例えばちっちゃい虫とか捕まえられないけど、はいはい、猫だとパッあみたいな。なるほど、ね。その主人公のいい、エミリーさんでしたね。違うね、ナオミさん。違うゲームだ。ナオミさんは、うん、自分が猫になるっていう意識を分かってるんですか。自分のプレイ中分かると思いますね、ストーリー的にも。で、ナオミの口癖は、まあ、腐れ地獄っていう、はい、腐れ地獄だぜって言うんですけど、まあ、きっと思ってるんでしょうね、猫になってる間中。あ、思ってる。腐れ地獄だぜって。マジでなんで私猫なんだのよみたいな。そうそうそう、マジやってらんないと思ってると思うけど。あ、で、まあ、今足の運びとかも結構細かくね調整したり、で、街の風景もね、イギリスの田舎町らしく、僕これ言うと寒いかもしれないですけど、うん、日本の開発会社、日本のディベロッパーで、うん、はい、こんなにイギリスっぽい風景、街並み、うん、街並みを作れたのは最初じゃないかと。で、うちのダニエルイギリス出身じゃないですか。なんか見てて懐かしい気分に包まれるみたいなことを言ってましたからね。めちゃくちゃ嬉しいです。どのようにできたんですかそれは。2回イギリスに実際取材行っていて、アートチームが取材に行って大量の映像もさや動画撮ってます。で、はいはいはい、2回目は僕が行って、はい、現地の人と毎晩飲んで、あ、そうなんだ。メモ取ってあシナリオのネタを集めて。で、1人で行くんですかそれは。いや、もうチームもいましたし、はいはいはい、あとは通訳ももちろんいましたけど、でもパブでは飲み始めるといつの間にか現地のおじさんと座ってるみたいな。楽しいな。ってことは街並みだけじゃないってことなんですか、その文化イギリスっぽさっていうのは。人みたいな。だってパブのメニューなんて日本とアメリカ、うん、イギリス、また全然違うんですよ。で、実際向こうで行くまでね、フィッシュ&チップスとか、はい、シェパーズパイとかぐらいしか知らないんですよ大体のイメージ、うん、でも行くとなんかね、ぐるぐるこうぐるぐる巻いた謎のソーセージがめちゃくちゃうまかったり、
かもそれのおじさんが裏メニューだって言って、オニオンとグレービーソースかけてやってくれとか言うんですよ。そしたら奥がシェフ出てきてジャーってかけてくれたら、これメニューに載ってないやつやみたいな。そういうのもゲームに入ったりしてるってことですか。うん、そうですそうです。料理ってこのゲームにどういう感じで登場するんですか。まあ言っちゃおうかな。言っちゃう。まあお店ね、パブとかね、大変もあったと思うんですけど、はい、ああいうところ行けばもちろんお店のイギリスらしいものは食べれます。さっき言ったような裏メニューも含めて。で、主人公実は家があるんですよ。はい、ゲームの中に。自分の家が。家が拠点となる。はいはいはい、でその家で生活をしている間、キッチンで料理もできます。実際にゲームプレイとして料理してるんですか。はい、でその料理はもちろん写真に撮れます。写真に撮ったらフラミンゴにアップをして、フラミンゴが SNS みたいな。そうですね。そうこのゲームってフラミンゴという格の SNS に写真を上げるといいねの数に応じてお金がもらえるっていうゲームなんですよ。はいはいはい。だから料理して写真撮ったらフラミンゴに上げて、本当の SNS みたいな。 SNS の鉄板ですか。そうそう、それは当然そのいいねの数というのは、その実際のマルチプレイの実際の人間じゃなくて、うん、ゲームの世界で評価されてるという感じなんですね。ですです。でシステムの評価システムも実はあるんだけど、それはちょっと今日は置いときましょう。なるほど。はいはいはい。でそのシステム通り のパズル性が組み合わさると、いいたくさんいいねがつく。そのナオミさんっていうのはもともとニューヨーク出身でこの街にやってきて、ここでまあアウトサイダーとして生活していくわけですけど、その彼女の生活リズムっていうのは、夜寝たりとか起きたりとか、どういう風になってるんですかその辺は。ね、今左の上にゲージがちらっと実は見えてしまってるんですけど、ナオミのアイコンがあって、その右側になんか胃袋みたいな絵が描いてあって、ああるその下にハートがあって、その下になんか目のマークみたいなのがあって、ね、結構ゲージがいろいろありますね。マークは想像してもらえたらなとも思うんですが、袋とハートと、はい、その辺はなんと、ね、でもハートってね、なんか想像できない。普通のゲームだったら想像できるけど、先ほどスウェリさんが言ったように生活ゲームなわけだから、あんまりなんか体力戦闘とかだって、ないわけだから、あんまり遠いのかなって気はしますけど、そう、まあ、でも疲労とかするのかな、からまあ、よくよく見るとナオミの上にうっすらなんか犬と猫のシルエットみたいな、ありますね。本当だ。なかったり。いやありますよ。ありますね。ありますとかね、こういうの想像してもらえると。なるほど。やっぱ昼と夜のその時間の流れっていうのはリアルタイムで、ね、時間動いてますね。画面右側に時計があって、今太陽のマーク出てますよね。12時半、あれお昼ってことですよね。そうか、時間が書いてあるんですよ。1秒が1分みたいな感じですね。今は1秒1分早いかな、もうちょっと、もうちょい早い、なんか大体1秒ぐらいの、なるほどね。それって夜になると、起きててもいいし寝てもいい感じ、それと寝なきゃいけないんですか。ナオミはやっぱり眠気が溜まっちゃうので、寝ないと病院へ送られたり、病院へ送られたり、倒れて、あ、写真撮ってる、ね、人の写真撮ってるね。そうすると治療費がかさむので、せっかくお金を稼いでいるのにみたいな、ね、基本寝ないのはあんまりブラックな労働しないような。そうそれも僕のね、一回病気で倒れたという経験も踏まえて、働きすぎるなとありましたね。ほどよく休めと、そこも反映されていると、はい。この村人と今いろいろとやり取りをして写真撮ったりというようなクエストとかを受け取ってやったりしてる感じなんですかね。まあ、そこはオープンワールドのゲームらしく、メインのクエストがあって、キャラクターごとにはちゃんとその人間を表しているサイドクエストがあって、サイドクエストも2位のやつですね。で彼らは彼らのタイムテーブルというか24時間の生活をしていて、そういう風になる。持ったりね、持ちましたよ、ね、これこの持って運んで写真のレイアウトする、それを撮ったらフラミンゴにあげる、いいねを稼ぐ。あ、じゃあそのコーディネート面も含めて、そのどれぐらいいい写真が撮れるのか、前の去年のビルドとかではそのバスだったのかな、が移動して、そのバスが動いてると綺麗に写真撮れないからブレてしまうので、こう植物をその目の前に置いて止まるようにして撮るみたいなね。そういうのにも使うし、障害物を持って運ぶっていうのはなんか、例えば家のハウジングでも家の中のレイアウトをするのにあれを直接使ったりとか、結構ねシンプルなゲームになってると思います。そういうものってその勝手に持ってっちゃっていいんですか、自分の家に。それとも購入とかする必要があるんですか。
家のハウジングはねまだね詳しく言えないけど、でも楽しみだな。お金がかかるゲームだと思いますよ。主人公のナオミはだって借金地獄を脱出するためにそうでした、ね、この町の秘密を解明しに来てるんですよ。はいはいはい、だから何かこの町に秘密があるっていう風に噂されてるそう、うん、でなるほど、そのためには働いたりして返すんだけど、でもハウジングとか服買ったりとかご飯食べたりするとお金がいるから、うん、そこのバランス返しながらちゃんと生活もしていかなきゃいけない、うんうんね、なんテーマがねお金と幸福です。 お金と幸福深いでしょ。そうですね、うん、やっぱお金で幸福を買えるのかどうかみたいなところとかも、そう、まあ、彼女はもともとニューヨーク出身だからその裕福な暮らしに、うん、まあ、外食贅 贅沢な暮らしに慣れてるわけで、うん、この村でそれが全てじゃないっていうことを少しこう、うん、そういうことも見えてくるのかなと思いますよ。でもプレイヤーとしてはね、でもそれは嫌な人もいるからそこはうまく強制しないように僕いいシナリオ書いてます。プレイヤーのやりたいようにある程度はできると、うん、そうそう。ちなみにさっき料理できるって話したじゃないですか、はい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 、で今ニューヨーク出身って言ったじゃないですか、うんうん、ナオミは普段ニューヨークではウーバーとか外食とかばっかりだからへったくそなんですよ。あ、料理あんましたことないだキッチンで作った料理はもう多分ゴミみたいなねなると思う。でも一応できるんだ。できますできます。そして料理もね、綺麗なお店で買ってねみたいな。あ、だってウーバーないから、ウーバーイーツないから。でも面白いね、やっぱそこで文化の違いというか、そのニューヨーカーが作る料理とイギリス人が作る料理っていうものの違いもすごい描写されてるってことですね。そうですね、うんうん、出たらいいなと思ってますね。はいはい、かわいい綺麗な女性ですね。これバーテンの方じゃないのか、これバージニアですね、お客さんですね。バージニアさん、うん、やっぱ今はこのバーにいるんだけれども、うん、違う場所にいる時もある。もちろんもちろん。どれぐらい。彼女はユーチューバーです。ユーチューバーなんだ、うん、この村にユーチューバーいるんですね、うん、います。へ、夜になると生放送してます。生放送してるんですか。そう、こんな感じで人の家とかに入ったりできるんですか。できると思いますよ。あ、そうなんだ、うん、全部じゃないけど。全部じゃないけど、うん、村人は何人ぐらいなんですか。公式には言っちゃおうかな、まあでも30人ぐらいかな僕どんどんなんか突っ込んだ質問して。30人ぐらいかな。何十人ぐらい、うん、でそれぞれ唯一無二のキャラクターとして。もちろん、 そうですね、もちろんそれがいいんですよね、うん、本当はその広いゲームとなると、うん、そのキャラクターそれぞれの個性っていうのが、うん、少なってしまうので、はい、こういうゲームの本当に一体一体のキャラクターにその YouTuber だとかそういう設定があるっていうのは本当に楽しみなんですよね、うん、YouTuber で多分彼女儲けてるんですよ。儲けてるんですよ。ナオミはお金が欲しいからこう通うんじゃないですかなるほどなるほど、ね、はいはいはい、でもバカにされるみたいな、ね、お金の匂いのする人もいればこの主人公はやっぱりお金に縛られているので、それを楽しめるようにしたいから、うん、ゲームの中で生活感ありつつでもほんわかしててっていうのがなんかうまくミキシングできないかなっていうのをね、頑張ってるところなんですよね。いや、比べゲーですよこれは。比べゲーですよ。そうですね、比べゲー、いわゆるキャベゲーになります。見ててもだから発売された暁には、はい、僕も呼んでいただいて生放送をやると、うん、IGN でやりましょうよ。やりましょう、ね、やりましょう。僕だから答え聞かんといて、その時にこれどうやってクリアするんですかそれはなし。いつぐらいになるんですかそれ。そうだそうだね。そうあと何分ですか放送あとね1分ぐらいですか。あと1分ぐらい。あ、1分間考えようかな1分も考える。最後の最後に思い出せないないつぐらいだ思い出せない。放送の後に思い出すみたいな。そうかもしれないですね、うん、ちょっと今日は思い出せないかもしれないですね。いつから発売か。でも我々ねすごい楽しみにして。どうするとかね、よくあるからね。よくあることですから、まあ、しょうがない。ドーナツ美味しかったですか。どうですよ、なんかドーナツ従来のドーナツとちょっと違いますよね。焼きドーナツ食感が、ね、そう確かにそう、うん、ケーキにちょっと近い感じですね。ちなみに美味しかった。絶賛ホワイトアールズブースで発売中っていう。1個300円1個300円買ってください。買ってください。僕も後で多分おかわりに行くと思います。ありがとうございます、はい、ちょっとね本当に新しい映像を見させてもらって、うん、それもドーナツを食べながらっていう素晴らしい放送でございます。ありがとうございました、セリーさん。こちらこそ。グッドライフ楽しみでございます。あとミッシングね、まだやってない人もぜひプレイしてください。そうですね。名作はいつプレイしてもいいというね、お話も先あったんで、ぜひプレイしていただければと思います。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた後ほど。またです。